はい、みなさんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、今国際協力で活躍されている方、昔活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。今日は国際協力の中でも国境なき医師団で働かれている小島さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、小島まりなと申します。助産師として2014年から国境なき医師団では働いてるんですけど、はい、この頃は国境なき医師団を離れて、うん、ヨーロッパの団体を渡り歩きながら、地中海の難民捜索救助船で働いています、うんうん、なるほど。国境なき医師団は何年ぐらい働かれてたんですか？2014年から最初のミッション行ったので、はい、で去年の10月が最後のミッションだったので、はい、8年ぐらいですかね。まあでも途中で日本ももちろん帰ってきたりとかしてますけど、うんうん、はい、ありがとうございます。ちょっと詳細は後ほどお伺いできればなと思ってます、はい、そもそも国境なき医師団に入る前、国際協力に興味を持ったきっかけって小島さん何かありました？ないです国際協力って正直何ですかって私は思って、はい、まあね、学生の時に JICA ってみんな知ってるじゃないですか、日本人なら、はい、だからといって別に JICA に入りたかったとかそういうわけじゃないんですけど、はい、JICA って名前を多少知ってたぐらいのレベルです、はいはい、あ、そうなんですねちなみになんですけど、海外で働きたいとかってそういう考えもあったんですか？それはありました。中学校卒業して高校一人で留学したんですね、オーストラリアに、はいはいはい、高校卒業して日本に帰ってきて、うん、看護学校行って助産学校行ってたんですけど、うん、海外で働きたいって、はい、頭の片隅にあって、あと海外で働きたいって言うことがかっこいいみたいな思ってたので、うん、その程度です。だからといって具体的な夢としてずっと抱いてたとかではないです、うんうん、なるほど、そうなんですね。それは中学生の時から海外で働きたいみたいな憧れみたいなのあったって感じなんですか？年に2回必ず海外旅行に行くちょっと家族だったのでそうなんです。海外が身近だったっていうのはあります、うんうんうん、ただなんか別に働きたいとまでは思ったことなかったですかね、うん、ありがとうございます。ちなみになんですけど、高校で一人でオーストラリアに留学するじゃないですか、はい、日本の高校にいるわけではなくて、オーストラリアの高校に3年間在籍してたってことですよね。なんで行こうと思ったんですか？高校受験あんましたくなかったでもオーストラリアの高校受験もしないといけないですよね。でもないですよ、テスト。そうか、成績と。え、成績もないですよ。そうなの？お金払えば入れますよ。え、本当？あとは語学ができれば。だから最初は語学学校とか行きましたけど、はいはいはい、でも別に中学校の時英語の成績が良かったわけでもなく、うん、父親の知り合いが留学のアッセミナーしてるから、うん、将来英語喋った方がいいからみたいな感じで言われて、大方じゃあ行くみたいな感じで言ったら、はい、みんなが本気で動き出しちゃって、で自分も高校受験したくないから、うんうん、私高校受験しないんでみたいな、はいはい、海外留学するしみたいな言ったら言ったからやらなきゃいけないみたいになっちゃうじゃないですかそうですね。そんな感じでした。うわ、なるほど中学生の中でも異質な存在だったってことですね高校はオーストラリアで3年間過ごされるわけですよね、はいはい、大学はまた海外だったんですか？いや違います。高校を卒業して日本帰ってきました。日本の看護学校みたいなところに行くって感じなんですか？そうですね。でも日本の高校行ってなかったから、うん、生物とか国語とかをでしょうね勉強し直さなきゃいけなくって、はい、1年間勉強しつつアルバイトしつつ、うんうん、で看護学校入りました、うんうん、あ、そうなんですね。でも看護学校は受験したんですね。しましたしました受験嫌いで高校行ったのに。でももうそれも相当科目を絞って、はい、都内こんなに看護学校あるのに受けれるところ、うん、2、3校しかなかったんですよ自分がやれる最低限のところだけを選んだ。生物と、で日本数学難しいから、オーストラリアとかでも中3ぐらいなのを高3で解いてたから、これ以上は無理と思って生物と英語と、はい、うん、国語、日本語読めるし一応みたいなのところ絞って、うん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 、はい、そうなんですね。じゃあそれで看護学校行きました、はい、そっからもう一つ聞いてみたいなと思ってるのが、なんで助産師になったのかみたいなところも聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、なんかでも看護学校に入る時から私は助産師になりたいと思ってたんですよ、うん、あ、そうなんですね。日本って看護師の免許ないと助産師になれないので。あ、そうなんですね。看護学校にいたのは助産師になるためみたいなところはありましたね。ちなみに看護学校では、僕のイメージだと看護師になるために行く学校だと思ったんですけど、はい、助産師とかにもなれるし、他にもなれたりするんですか？いや、助産師になるためにはその後に1年間助産師の学校に行かなきゃいけないんですよ。また別の学校なんです。また別なんです。ちなみになぜ看護師じゃなくて助産師になろうと思ったんですか？なんででしょうね。別に赤ちゃんが好きだからとかそういうのを世の中的には思うかもしれないですけど、うんうんうん、全然そういうんじゃなくて、結構よく聞かれるんですけど、インタビューするとなんで助産師になったんですかとか、うん、まあなってよかったと思うし、自分に向いてると思うし、後悔はしてないですけどね、うんうん、じゃあ看護学校と助産師学校を卒業してそのまま就職するわけです。
ですよね。で就職する先は日本の病院ですか？そうです。看護学校とか助産学校って病院に付属してることが多いんですけど、はいはいはい、そのまま助産学校の付属してる病院に就職しました。なるほど。そこから国境なき師団にどうやってつながっていくんですか？学生の時すごいできなかったんですよ。祭祀とかすごい良かったし、はい、30、40受けたんじゃないですかね祭祀。やべえんだけど。マジでできなかったんですよ。でも今学んだこと1ミリも覚えてないですからね学校で。なんですけど働いたらちょっと氷が溶けたみたいな感じで、うんうん、実際に体を動かして物事を覚えてみたいな方が私は向いてて、だいたい全国平均3年経つと辞めたいみたいな感じでみんな言い始めるんですよ。あ、そうなんですね。で辞めたいって言ってる人は絶対辞めないんですよ。私もその一人だったと思うんですけど、効率よく患者見てパソコンで打って残業してみたいな、あんまり面白さを感じなくなってきて、手の抜き方とかも覚えてくるじゃないですか、2、3年目になると。確かに本当にダメなんですけど、バイトとかしてダブルワークとかして、だから私夜勤明けで夜勤とかしたんですよ。常に眠かった覚えがあります。やば。でも20代って体力あるからできんですよ。まあ確かにね、今できないですちなみにそこまで追い込んでた理由は何だった？それはやっぱりもっと経験積みたいと思ったんですよね。1個の場所にしかいない先輩たちとかを見て、こうなったらダメだわと思って、大きい病院には大きい病院の役割があって、小さい病院には小さい病院の役割があるのに、またあの病院搬送してきたとか言って、小さい病院で働いたことない人がそういうこと言うんですよ。だから私も小さい病院見てみたいなと思って、たくさん分娩件数とかもいろんなことが見れるし、大きい病院では見れないものが見れるし、お金も儲かるし、ウィンウィンですね。ウィンウィンだな。ただ自分の精神と体力が減っていく。相当月に1回ぐらいしかなかったですよ、丸1日休みって。きつじゃあ最3年間ぐらいはそういう生活をしてたみたいな感じだったんですか？5年目の夏に辞めたんですよ。あ、そうなんですね。その辞めた理由はつまんないなと思ったから。そうですね。あと、まあ将来自分ここで働いてるっていうのを想像できなかったし、何が嫌だったかって、超勉強しないと学生生活ダメだったんですよ、バカだから、うん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 、そんなに苦労して取ったのに、日本って助産師に独立した権利が与えられてなくて、うん、あ、そうなんですね。お医者さんのアシスタントみたいな、大きい病院って先生のご機嫌いかに取って回すかみたいなのがあるから、はいはい、そういうのとかすごい、すごい苦手だったんですよ。なんで先生自分でこれできないんですかとか普通に言っちゃうんですよ。それが日本的にはブーなんですよ、うん、なるほど、そうなんですね。じゃあそこから自分が日本で合ってるかどうかっていうところも考え始めたって感じですね。そうですね。海外で働きたいみたいなのがガチで芽生えてきたのが4年目ぐらいで、助産師留学とか夜勤中にヤフーで探してきました。いろいろ調べて、そっから国境なき医師団につながる理由って何かあったんですか？私本当に NGO とか国際協力とか縁がない生活を送ってきたので、有名どころといえば JICA か国境なき医師団みたいなこの2択だったんですよ。この2つは聞いたことあると。そうなんですよ。今でこそいろいろ知ってますよ、小さい NGO とかも、はいはい、インターンとかもやってるじゃないですか、うんうんうん、でもその時は本当に国境なき医師団か JICA の2択で、JICA は協力隊だと2年なんですよね。長いな2年日本2年も離れるのが長いなと思って。で国境なき医師団はヤフーにバナーが載ってたんですよ、広告みたいな。そうそうそう、あなたの手が必要ですみたいな、はい、でもあれ寄付のやつですよね。そうそう、寄付のやつなんですけどでも応募条件みたいなの見たら、うんうん、いけんじゃねみたいな思って、でも本当にやりたいかどうか分かんないからすぐには応募しなかったですけど。説明会みたいなのあるんですか？説明会あります、あります。行きました？行きました。どうでした？いけんじゃねと思いましたでもネットにあることしか言わないんですよ、説明会とかで。あ、そうなんですね。これ入ってみなきゃ分かんないなと思ってもう応募しました。なるほど。ネットで英語でどういう風に履歴書書くのかとか見ながらこうやって、はい、夜勤中にその時はダブルワークとかしてたんですか？まだしてました。やばい。ダブルワークのメインをやめても、はい、サブが残ってるから生活費稼げるじゃないですか、はいはいはい、そういうのの計算はしてました、うんうん、確かにね。あ、そういうことですね、はい、ちなみに助産師で付属の病院で働かれてた時って、はい、海外とか結構行かれました？夏の旅行とかでは行ってましたよ。あ、そうなんですね、はい、どこ行ってたんですか？途上国とか行ってました？全然行ってないです。アメリカとか、アメリカとかハワイマラソンしに行ったりパラオとか、はいはい、ダイビングしに行ったり。観光スポットだ。そうです、そうです、全然。そうなんですね。まあ、タイぐらいは行ってましたけど、はい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 、海外はやっぱ好きだったってことですかね。そうですね。ちなみにご家族で行かれる時もタイとかも行ったんですか？タイとかは行きました。タイって観光地とリゾートもあるし、まあねまあね、あとバリとか、はいはいはい、フィジーとか、はいはい、ハワイとか、あ、もう観光スポット、うん、そういうとこしか行ってないです。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとここの動画ではなぜ国境なき医師団に入ろうと思ったかみたいなところまでをちょっとお話をお伺いしたんですけど、はい、次回の動画では国境なき医師団ってどういう団体なのっていうところから、どういう応募をして、はい、どういうふうに参画していったのかっていうところをお話をお伺いしようかなって思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。